はい、皆さんこんにちは、吉田成正です。いつも YouTube、Facebook、アメブロ、メルマガいろいろ見ていただいてありがとうございます。はい、今日はですね、トリコのですね、241話かなでしたっけ、ですよね、を飾ってみたいと思います。はい、ですね、いろいろありますね。もうとにかく毎回ね、で、まあやっぱりね、本当にあの島袋さん見せ方とかうまいなと思うんですよね。例えば、まあ今回のね、241話で後半で出てきた、フローゼ様の包丁ね、あれもだから要はセツバーが、あ、それはお主その包丁どこでって言ってたってことを考えると、あ、なんだろうって見てる人は思うわけですよね。それでそれはフローゼ様のシンデレラっていうと、ほうってなるわけですよね。で、そっと同時にですね、あ、ジョアは、じゃあフローゼ様と関わりがあったんだな、過去にっていうのがわかるわけです。で、あと、まあ最初の方でですね、久しぶりの、フェスですね、と。ジョアが言ってるわけですよね。200年ぶりって言ってるわけですよね。ってことを、こっからわかることは、200年ぶりってことは、ジョアは200年以上生きてるってことがまずわかるわけですね。で、そうすると、まあ、トリコの設定がどうかわからないですけども、一流とかですね、ジュロちゃんも年老いているということを考えると、やっぱりまあ普通の人間の寿命の範囲内なのかなっていうふうに、設定としてですね、わかるわけです。で、ミドラだけは、要は、年老いてないと。それはまあ、いろんな、理由がまた後で出てくると思うんですけども。まあ、もっと言うと、その理由、理由というか、その、最終的に、やっぱり人間、そんな、若返るための、なんか暗記をですね、使っているのかなんかわからないですけどもね。まあ、それがですね、化けの皮が剥がれるじゃないですけどですね、ミトラもですね、まあ、年老いた形になって終わるのかなって、まあ、最後ね、よくあるパターンですけどね、思うんですけど、まあ、それはちょっと今回話逸れちゃってあれなんですけども、そういうわけで、結局、まあ、200年生きてると。それには絶対秘密があるわけですよね。はい。で、フローゼ様、もっと言うと、アガシアともですね、関わりがあったのかなっていうことをちょっと匂わせると、部分ですよね。で、後半最後の方にですね、要は、ジョアのことを知っている人は、もう世界で数人、この人間界で数人しかいないっていうふうにジョア自身が言ってますよね。ってことは、ジョアの存在を知っている者は、ジョアによってですね、抹殺されるか、あれですよ、ハンターハンターでいうところの、グリードアイランド編のボマーですね。名前忘れちゃいましたけど、彼と一緒ですね。自分の能力を知っている者が生きている人間って少ないんだろう、少ないけどな、みたいなこと言ってました。全くあれと一緒ですよね。はい。で、まあ、その状況で、こいつは相当強いなという部分。あとは、ジョアのことは、セツバーが知ってるだろうなってことは読者にも分かったんですけれども、で、いろんな謎があるわけですよね。フローゼ様の包丁、シンデレラにしてもそうですけれども、で、お前の正体暴いてあるみたいなことを節馬が言っているときに、それ以上詮索すると、あなたも死にますよって言ってるわけですよね。ってことは、要は、その、ジョアっていう存在が過去、節馬とも関わりがあったと。でも、その本当の真意っていうかね、目的みたいな部分を、詮索すると、あなたといえども、やっちゃいますよって話ですよね。だから、なんかその奥深いですね。なんか、謎があるというね、部分です。もともともう黒ずくめですからね。まだ素顔もね、わからないんでね。まあ謎だらけなんですけどね。ひょっとしたら島袋さんもですね、まだですね、キャラクター設定できてないっていう可能性もありますけど、それよくあるパターンですね。前にも言いましたけど、週刊の漫画ですからね。しょうがないんですね。これはね。ある程度はですね、考えてあるわけですけどね。キャラクター設定とか、ストーリー展開とかですね。まあ、いろいろ考えてあるんですけど、途中で変わります。もうそれは、もう勘弁していただきたいと思いますけどね。元漫画作り手の私からもですね、ぜひその辺はね、読者の方ご勘弁をって感じですけどもね。はい。まあ、そういう部分があってですね。はい。あとはだからね、テイスティングスコープ。だからこれね、すごいなと思うのは、
テイスティングスコープで、うまみが生命力。ね。で、あと、何でしたっけ？あと、調理。あと、もう一つありましたね。ごめんなさい、忘れちゃいましたけど。まあ、そういうところをですね、やっぱりこのグルメ、食材とか食べ物というかね、そういう部分に当てはめる。だって、生命力、うまみってこれ、強引じゃないですか。ね。で、あともう一つは、何でしたっけ？味か。うん。味は思考か。そう、確かそうだったな。思考ですね。考える。が、良くないから、また調理する必要があると、シンデレラって話をしてるわけですけども、それも、ね、思考が味っていうのもね、まあ、かなり強引なんですけど、これでも本当にそのグルメっていう部分を、このトリコという漫画は貫いているので、これはすごいなと、改めてね、思いましたけどね。で、やっぱ武器とかも包丁とかだったりするわけですよね。で、あとは、ちょっと話どんどん進めますけども、要するにジョアの、実力が相当上だな、強いなっていうことを表すのが、まあ、その、まあ、セスバーとのやりとりもあるし、あともう一つですね、まあ、これもよく漫画であるパターンなんですけども、ジョアは、その、シンデレラによってですね、鉄平を操す、まあ、変えてるわけですよね。味を。はい。で、あとは、襲ってきたニトロも変えたと。で、そのニトロや鉄平が、ゼブラたちのね、まあ、攻撃するであろうという部分なわけじゃないですか。それは、要は、自分の手は汚さないっていう話ですよね、まずね。はい。で、まあ、汚さないっていう部分と、あとは、もうここでですね、ジョアが戦ってしまうと、ジョアの能力も出さなきゃいけないし、漫画の中で、ちょっともっとこう、次の展開長引かそうとしている部分があるわけですね。まあ、次の展開長引かそうっていうか、まあ、漫画でね、人気のある漫画なんでね、連載が続いているのでね、それはまあ、もっとね、連載続けるためにですね、このフェス編をもうすぐ終わらしてですね、また次の編。まあ、G7 の人たちが3人集まってきて、じゃあ、準備をなんて言ってる部分からも考えても、で、人間界にお別れようなんていうね、部分も考えてもですね、やっぱりフェス編がもうすぐ終わると。で、人間界も別れようって、お別れようってことは、要はグルメ界に、次の話の展開としてなっていくのではないかな、というふうにね、推測されるわけですよね。はい。ですんで、まあ、とりあえずそのジョアの、本来の力、実際のところっていうのはですね、また、先に出てくるのかな、というふうに思います。そうじゃないともう、切りないですね。フェス編がね。はい。と思いますね。で、だからあれですよね。まあ、とりあえずは、例えば、ドラゴンボールで言うと、フリーザがいきなり戦うわけじゃなくて、やっぱ、銀龍特戦隊がいたりとかですね。もう8分喋っちゃいましたね。はい。ちょっと急ぎますけどね。銀龍特戦隊とか、ザーボンさん、ドリキャさんがね、まず戦ってですね、キュウリとかが戦ってですね。で、いよいよフリーザ登場って、まあ、そういうことですよね。最初はですね、ジョアはまだ戦わないですね。はい。そういう形でですね。まあ、ただ、本当にね、まあ、ニトロはともかくね、鉄平どうなるんだろうっていう不安ありますけど、でも、まあ、シンデレラで調理したってことは逆に言えばですね、元にも戻るのかなっていうね、部分もありますよね。ただ、これもですね、ちょっとまあ、結構喋っちゃってんで、もう、あれなんですけど、鉄平って一回ね、ジョアを追っかけてって始終編で、で、その後みんなに助けられて、解放されてるじゃないですか。で、なんで今、ジョアといるのと。いう突っ込みどころがありますけどね。まあいいでしょう、そこはね。はい。まあとにかくね、謎の多いジョアですけどもね。はい。要は、フローゼ様の使っていた包丁を使っていると。で、これは自分のだと言い張ってる。私のですけど何かみたいなこと言ってるわけですよね。ですんでね。まあこれがで、ね、どんな展開、どんな理由なのかね、ちょっと知りたい部分ですけどもね、また時間が本当になくなってしまいましたんでね、ちょっとね、喋り足りないですけど、全く喋り足りないですけどね。はい。まあ、またね、次回、242話ですかね、でお会いしたいと思います。はい。じゃあ、とりあえずごめんなさい。今日はね、これまでということになります。ありがとうございました。またお会いしましょう。